まあ実はね、マルガリータっていうゲームブックはね、ずっと前、もう完成しとって、ずっと前の資源にね、まあその時のジガがしばらくおらんかっただけやけど、でまあうちはどっちかというとマルガリータの実際の世界というかゲーム内の、世界、コンテンツ、CG の世界をしばらく精霊として、その入れたことはある。光る精霊ってですね。で、またそれで生まれたわけ。ね。まあ、光る精霊また生まれるからね。なんでかっていうと、また説明するかっていうね。で、結局、その、皆さんも持ってるね、光る精霊。でも、うちやけどね。で、まあ、それがないといいかも。命がない、ね。命がない、ね。その光る精霊の遺伝子バージョンがこの体ってこと。変な話かな。そうなんでもその作家さんとかおっ面白い話やっけ、面白いネタ、元ネタやっけんと思うかもしれんけど、とにかくマルガリータのそのテーマが嫌やったんでしょうね。マルガリータが突きつけてるテーマが、だからこの話は難しいですなって、マルガリータに至る全段階の話を作ってもいいですか、もっと幼稚な話っていうか、まあ優しい話で提案されたから、あ、マルガリータ難しいんやと思って、ほんでその時は許可してやったけど、もう許可しないからね。今日までの世界がそれ優しかったか、確かに幼稚やったかもしらんけど、しんどかったら大人が幼稚に走ったらな、もう二十歳超えても幼稚な大人いっぱいおったの、うちはその許可しちゃったらいいんや。それほど嫌やったよな、マルガリータの突きつけてるテーマ、大人のテーマ、しかも大人になるためのテーマ、マルガリータこそ幼稚な人がやるべきやって。だから、もう第一話がマルガリータな。だからもう、マルガリータの全なんかの話なんか許可制限しないから。な。で、その後にいろんな書いてるけど、それはマルガリータ以降の話になります。マルガリータがまず最初に皆さんが直面しなければいけない、ストーリー。